はい、皆さんラジオマンジャックです。はい、どうも。暑いですね。なんか日本はね、もうなんかとんでもない状態だっていう、この暑さの話したいんだけど、なんか心配になってくる。いやいやいや、それで台風もね、最近ラジオマンジャックちょっと真面目なんだけど、ノンセクション、ノンジャンルでできるからね、ここで話そうかなと思って、本当にね、ちゃんちゃらおかしい日本の気象、ね、気象庁の話し方しようかなと思ってます、はい、いいですか。本当にみんな分かってほしいことは、台風おかしいでしょ、ね、これをね、地球温暖化とかって言ってね、あれしてるのはバカらしいんで、CO2 と温暖化は本当に関係ないってことはちょっと分かってほしいね。これやるとまたなんかラジモンジャックとかないんだけど、なんでそうなっちゃったのって、それをね、もういともね、要するに正しいように言ってる池上さんとかね、ああいうのがいるから、ちょっとの話言いたいなと思って、ちょっとね、今日はね、激論、はい、ラジモンジャックを言ってみたいですね。はい、それでは行きましょう。それではちょっと激論ラジオマン。珍しいスタイル、ね。そうそうそう。で、まあ簡単にね、はい、これね、ラジオマンジャックっぽくね、ならなくなっちゃったんだけど、分かりやすく言うと、本当にね、今地球の温暖化っていう言い方をするのは良くない、うん。で、なぜならば寒暖の差が激しくなってる。うん、暑いとかすごく暑くて、寒いとかすごく寒くなって、うん、ね、つい最近、去年かな、今年の頭かなんか、去年の夏かな、うん、に南極が世界最低気温を出したの。何度、マイナス91度。なんで火星より寒い。なんで二酸化炭素が凍っちゃって、要するにドライアイスになっちゃう。じゃあ何でも生きられないね、そこで。いや、もちろんそうだよね。マイナス91度だよ。これが、まあ、南極ってね、すごい高い山があって4000メートル6000メートルの山があるから、それはしょうがないんだけど、それでもマイナス91度でしょ。これ温暖化ですか、ね。それで例えばニューヨークとか相変わらず向こうの方がすごいし、冬場のね、青森県とかさ、青森じゃないか、岩手とか、内陸のすごい雪、6メートル、7メートル、ね、で夏は40度超えます。だからシベリアから来る高気圧ね。で、今思い出して、これだけ暑いと、ね、寒かった時のこと忘れちゃうんだけど、うん、要するにシベリアからさ、すごい冷帯性、寒帯性のすごい低気圧が出てきて、台風並みに発展しちゃった。まるで映画のね、中に出てくるようになったことを思い出してほしいんだよ、うん。だから今は寒いと暑いがすごく激しくなってる。だから札幌でも30度超えるようなさ、真夏日がさ、起きたりとかするんだけど、ね、それは30度で住んでるならいいな、まだ。だからさ、分かりやすく言うとさ、グリーンランドがさ、緑化してきてるとかさ、アイスランドが氷溶けてるとか、北の方は氷が溶けてる、これ事情があって、ね、じゃあ全部氷下に起こっちゃったんだ。起こっちゃったんだよ、丸坊主関係になっちゃってさ、上から全部下に行っちゃったんだ、ね。だから南極に行くときに砕氷船が全然ダメでとかさ、もうどうやってその氷を上に持っていけるんだろうね。だからね、これね、もう無理だ。結局ね、なんでこういう気候の、ね、変動が起きるかって言ったら、これは太陽と空気の問題じゃなくて海水なんだよ。海の水が太陽で温められて、どういう流れを組むかってことで、うん、温暖化になったりと寒冷化になったりとか。だから北の方でも南の方でも何でもそうなんだけど、うん、その黒潮の海流が流れてるところってのは暖かいの、いつもね。だからその昔、すごい真面目な話だな、まあ、いや、アメリカ大陸なんかでもね、温暖化になったら西海岸性溶接気候とかさ、地中海湿気候って、要するにさ、暖かい水が流れてるところは暖かいの、ね、うん、緯度じゃないの、うん、これがまず重要、うん。でこの流れがね、日本はね、変わっちゃって、遠ざかったんじゃなくて蛇行しちゃって、あっち行ったりこっち行ったりして日本を渦巻いちゃったんだよ、でね、どうなったかって、気圧の谷が毎回その夏にできるようになって、まるでさ、台風が発生するでしょ、フィリピンの方で、で南太陽で行ったのが、だんだん北上していくと、そうするとジェットコースターとか滑り台に乗ったように日本側に流れ込むわけ、だから変な動きをするわけね。それで張り出した高気圧とかさ、湿った空気を持ったすごいあれがあって、関東地方の方から台風が上に行けないんだよ、で下に押し下げられちゃう。だからこの間の12号なんて一番おかしい話でさ、ね、上に行って北海道に行くのかなと思ったら、もう関東地方から今度もずっと南に行っちゃって、大阪、名古屋行って、大阪行って、九州行って、で沖縄の方で停滞して、ぐる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 半時計回りに回って、そこからまた、ね、西に動くとかさ、北上して西に動くと。だからもっと怖いのはさ、今後ね、一度例えば関東から入って、それで下に行って、もう一度上に上がってくるまで出てもおかしくない、往復されそう。そうそう、だから台風の勢力もさ、12号は一度収まったんだけど、また今度だんだんと勢力増しちゃうとかさ、そういうことが起きるわけ。
だから今までの常識は全く成り立たないんだよね、うん、これが今の爆破して消すのとかしなきゃいけない。あのね、昔その話が出てて、例えば有名な話はさ、北京の、あ、これ真面目だけど、うん、ごめんなさいね今日はね、うん、あの北京オリンピックの時に、うん、あの天候をどうするかっていうことでやってて、うん、その天候をねやっぱりあの直接いろいろやって爆破しようっていうことやって、いろいろやって雨降らしたり降らなかったりしたんだよ北京は、できたんですね。できたよ、できた、だけどあんまりそれ大きく取り扱わないんだよね、やっぱりね、あの できるならした方がいいですね。できるんだよ、できるけど、それは後に、後に害があるっていう風な言い方をするから。何百年も死んじゃうこと考えたらさ、うん、それでやってさ、でね、これまたもう一つ言いたいんだ、東京オリンピック暑さ対策あれ ね、それで、うん、あの夏時間導入っていう言い方が出てるのね、うん、だそんなの対処法でしかなんないんだから、夏時間は別にさ、アメリカで俺たち経験してて別に全然違和感ないじゃん、うん、別に夏時間作りゃいいじゃん、それで終わりだよね、うんうん、だけど問題なのはそれがオリンピックのさ全体のね対策になってないの。だオリンピックは分かりやすく言っちゃうと、ね、都市部全部冷房化すればいいんです、ね、そうでないと無理だね、冷暖房化、うん、それでいいのよ。で原発ちゃんと生かしてさ、うん、あの過剰発電してその電気をさ要するに安く売り出して、それで、うん、あの都市部全部そういうふうにすればいい。猪瀬さんちゃんとそういうの引き継ぎやってたのに、なんでやめちゃったんだろうね。だからそう、だから分かりやすいこと言うとさ、世界中ってさ、行ってみたらドバイとかさ、ね、アブダビとか行ってるからみんなそうなってるよ世界、うん、そういうとこね。だって東京なってさ、そうだけどさ、地下に行けばみんな冷房でしょ、うん、弱冷房なんてってことはおかしくて、おかしいよね、オフィスビルは全部冷房が入ってて、それで、うん、あの電車も全部冷房が入ってんじゃん、うん、ね、それで地下もそうでしょ、地下の街も、うん、だからそれ考えた時にそれをちょっと表も出してマラソンコースとか陸上コース、うん、もう一度言いたいのはさ、例えばあの陸上競技場、うん、冷暖房全部するべきだよ。例えば数百億かなんか増えるかどうか知らんけど、うん、そうしなかったら意味ないじゃん、うん、最初そうやって考えてたんだよ、うん、そう、都市整備すればいいんだよね、だけどなんか小池さんがおかしくしちゃったのね、うん、高いとかさ、なんか余計なお金使ってるとか、うん、ね、世界で一番使ったオリンピックがいいじゃん、自信持って世界で一番使ってる、そうだよね、東京なんだから、日本の東京バカな菅野保ってこの間さ犯罪者になったやつ、まあ昔から犯罪者、あいつがさ東京オリンピック諦める勇気持って、何を言ってんのよ、何が勇気なの、そうそうそう、ありえないでしょ、うん、だから東京オリンピックってもあれさ、経済効果だとか名誉いろんなことを考えた時に、うん、国民がね東京オリンピックを望んで、それだからオリンピックを招致したわけでしょ、うん、どこの国ださ、どこの町だってみんな自分のところでオリンピックやったらみんな盛り上がるのにさ、それでさアメリカの機嫌を伺ってね、スポンサー考えて7月にやるのかし、東京オリンピックは10月にやるべきだとバカなこと言ってさ、それはね、だから10月はダメなんだよ、うん、だってワールドシリーズとかさ、うん、野球があるからスポンサーつかないんだからこいつが、うん、だから分かりやすいことは日本の力を駆使して、うん、涼しい真夏の40度を吹っ飛ばすようなオリンピック作ればいいわけだよ。やっぱそれやんないとさ、まあ、やっぱり被害者がいっぱい出ちゃったらね、それこそ大変なんで、うん、だから本当にね、そう考えた時に今例えば小池さんのこと悪くって言ってもしょうがない、もう始まっちゃってるんだから、うん、あの失敗したことは失敗してるね、で安倍さんは頑張ってるんだから安倍さんのこと悪く言ってもしょうがない、だから結論から言えばそういうことを考えて、この暑さってことをさちゃんと向き合って、うん、ね、この暑さモデルっていうのが今やってるあれではもうダメだってことで、新しくさ検証委員会作って研究者に今の新しい気象モデル作らせるしかない、うん、軍でやってるやつをさやっちゃいけないのかね、だから気象庁の権限だったらさやらないでくれって言われたらしいよ、なんかだって正しい天気予報を持ってるんでしょ、うん、軍の方が、そうそう、だから今のは通用しなさすぎるから、うん、だからさ式が間違ってんのに絶対合うわけないんだよ、うん、絶対にたどり着かない、だから俺たちがね中学高校になったらニュートン物理学で例えばさ宇宙旅行しようってのと同じ、これちょっと難しい表現だけど計算が合わなくなるの、うん、要するにスピードが速くなると、ね、時間の遅れとかじゃない本当に起きるから、うん、まあでもねそんな話をしてるとね、全く今のねおてんてんラジオマンジャック的に言うんだったらバカじゃねえのみたいなもんだよね、うん、だからまああのテレビ見ててもさ、例えば日本のねそういうテレビ条件の中でみんなさあのとんでもないこと滑っていっちゃったようなさ人もいるしね、滑っていっちゃったの、そう香港さんがなんか滑っちゃってさ、民主党の議員をね、うん、あの国民民主党と立憲民主党の議員の名前をさ出させちゃったとか言ってさ、まあ、いいじゃん、テレビはそういうことは絶対ね、あのラオスのダムが決壊しても韓国がやったって絶対ダメ言っちゃダメだし、あと安田純平とかなんとかいうのがあのアルカイダに捕まってもあれはさ韓国人でも私はウルマですって言ってもさそこは放送しない、うんね、安倍さんがいいことやった時放送しない、うんね、だからみんな辻元とかあの山本太郎バカ太郎ね、うんうん、大バカ太郎のことをさよく言ってさあの最高の議員だったのバカでしょ女のさ、ね、日本人は、だからさ日本人じゃないと思います、そういうふうに言うとは、うんね、山本太郎もみんなそこら辺もさみんな日本人じゃないんだからさ、うん、だからしょうもないよね、うん、さあそういうことでラジオマンジャックじゃない言いたい放題か、ね、困った時みたいな、ね、ラジオマンジャックです、はい、ね、ということでハリウッド熱い、
暑い、ね、もう汗でダクダクですね。でも日陰は涼しかったね。そう、日陰は涼しいのがハリウッドですね、はい、そんな感じを考えて、はい、まあね、あのみんなあの気をつけてください。あと老人の、ね、人たちとかそういうのが死んじゃうのは悲しいから、うん、みんなね洋服を着込んで冷房をガンガンにかけましょう。これ絶対大事です、ね、はい、冷房を怖がっちゃいけません、はい、絶対かけましょうということで、おトイレの時間が近づいたのでさよならです。それでは、これ心配でも、はい、それでは皆さんまた来週さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。